あ、もしもし、えー、最高検察庁刑事事務課の方でしょうか。はい。えっと、えー、今、事務官の方はお名前伺ってもよろしいでしょうか。私ですか。はい。あ、高橋と言います。あ、高橋様。えっ、ー、とですね、えー、今、最高裁判所に、えー、第二小法廷で、えー、人事裁判の件が上がってるんですが、えー、その件と、あと、交通事故の件が、 えー、どうやらなんか決定が出されたようなんですけれども、これあの、保険金詐欺に絡む、えー、まあ、人事裁判もあって、えー、私が、あの、離婚裁判中に交通事故にあったということで、えー、その、えー、日蓮という宗教絡みの、えー、まあ、信者の、えー、配偶者が、不当に、えー、私に認知症というものを承諾行為をし、そして、 私のあの、いとこや、あの、えー、妹、新潟の妹まで使った保険金詐欺を、どうやら、えー、三井住友会場のその相手方の愛おい日清堂は損保がやっていたようなんですけれどもね、えー、その件で、国、えー、訴を令和2年の1月の17日にそちらの方に書面を提出したんですが、えー、今担当は、えー と、どなたになっているかご存知でしょうかあの、その後、えー、ま、あの、アドバイスとして、えー、複雑な案件ですので、えー、弁護士に、えー、相談することをお勧めしますっていうふうに書かれてましたけれども、一応、刑事番号の丸形となって、K、K っていう、あの、あの、K、刑事訴訟法の K という、あの、漢字で、事件番号が振られておりまして、そちらの最高検察庁番号が、 えと令和2年第240号ってなってたんですけどもちゃんと、はい、それが届いてるってことですよねそうです令和2年ですよ。はい、それでその後にあのに私がどうなりましたかっていうふうに伺ったところいや今あのこちらが審議中ですってお話でそれっきりだったんですけどあ審議なのかということで。 で、警察の、その、えー、地元の小玉警察署の方に、あの、えー、告、まあ、訴したので、告訴をしてるので、あの、降りてきてませんかというふうに伺ったところ、いや、聞いてないっていうふうな話をしてる方が大,大多数だったんですよ。まあ、ですので、そちらの方の事件処理としてはどうなっていらっしゃいますかね。え今お伺いしたファミリーですと、ええー。 とりあえず送られて、ええ、それに対する書面がもうそ,そちらに送られてるんですよね。いや、あの、えー、っと、アドバイスしか来てません。あの、受理したとも、それから不起訴ですとも、それから、えー、っと、うん、不受理ですっていうことも、えー、告げられてないんです。ですからこれは、えー、今捜査中っていうことでしょうかって、あの、お、まあ、お伺いしたところ、 えこちら、まだ審議中ですと。つまり、あの、事件として受理できるかどうかも分かりませんって、そういう意味なんですけど。ですが、一応、刑事番号の刑っていう字と、それから、最高検察庁番号第240号ってなってますから、そちらに、最高検察庁の番号で240号、令和2年、えー、っと、240号というのは、そちら側で調べることできませんかえっと、今、まあ、ちょっとあの、 直接担当したものでないので分からないんですけれども、送られた書面が、あれですよねその、えーと、弁護士等に相談された方ががというような内容の書面なんですそうです、ね、あの組織犯罪法に該当すると言って、50人ぐらい私が告訴しましたんで、組対、はいええまあ、法に該当するって、ご存知のように、まあ、組織だって保険金詐欺ですので。 えー、自売だけがやってるってわけでもなく、任保険と自売と、それから関連の代理店、あの、それぞれの、例えば、損保ジャパンの小玉自動車工業とか、それから三井住友の、えー、保険プラザ AZ アズとか、それぞれが不動産物件を大量に、えー、持っており、そして、えー、その代理店を使った詐欺で、えー、その代理店が、あの、 私と契約してないのにコンプライアンス違反な契約したと称して金を代理店にじゃんじゃん流しその見返りとしてキックバックで金をもらってるという非常に手荒な手口なんですね。それであのもう一つが銀行やあの口座もあのえ一応模擬直子の口座を使わないと形を形式が整わないので二重口座にしていたという事件です。 それを私が歌ってます。で、え今回追訴するのは、川崎のぞみっていう、えー、鍋プロのタレントの女と、それから、えー、ホリプロの、えー、役員、津島とか、えー、それがどうやら、えー、三井住友会場の、えー、料金センターの窓口にいた男と、まあ、同姓同名であると。そして、そのどうやら、えー、タレントの卵っていう、まあ、 ええー、まあ、なんていうんでしょうね。ええー、まだタレントではないという手前のその女性たちが、私だと称して、えー、私の恋障害金を受け取って、そして、えー、証券番号を複数変えて、私はあの、今年60なんですけども、見えないんですよ、実際にね。顔立ちがお幼いもんですから。ですから、そういう詐欺をしていたと。でも、怪我は、足の室外骨が粉砕骨折ですので、それだけでわかります。 で、顔面骨折っていうのも、まあ、あのえ、最初にあの、認定されてるので、認定されてるんです。だからあの、顔の怪我のある女、あの、くぼんでいて、かつあの、え眉間にあの、大きなあの、作家賞というよりもな、なんていうのかな、あの、骨折痕があって、くぼんでるんですね。で、それがある女じゃないと、本来回収できないんですけど、それを若い自分の女房でやっていたっていう事件ですので、 そちらの案件なんですが。で、その証券番号が複数か変わってるっていうのが、ちゃんと書象としてあって、615P01065、615PD1065 っていうあの、証券番号の書象が、えー、第一審の埼玉地裁熊谷支部の井上昭人、それから佐藤恵里子、 等が取得して、そして、その後の、えー、っと、まあ、6年かかってますので、書期間がコロコロ変わってるんですが、林主任書期間という、えー、女性が最終的には、えー、次の、えー、3回目の交通事故が起こって私が入院したときに、えー、まあ、あの、欠席裁判の判決が出てるんですね。まあ、ですから、それは、あの、国にとってマイナスなんです。 なぜなら、あの、複数回証券番号を変えて、それが、あの、自売者が、ソンポジャパンという外資ですから、金が海外に流出したんです。それが、あの、ご存知のように、令和元年にやった、えー、カルロス・ゴーンの、えー、フランス、まあ、フランス、まあ、えー、おそらく中東経由でフランスに帰ったと思うんですけど、その高飛び事件ですね。 その事件です。そちら側の最高検察庁が逮捕状を取りましたよね。一応形状。それなんですけど。で、私本人ですので、あの、私の名を語ってやってるもんですから、私に結局あの、交通事故の件何も払われてなくて、えー、却下却下ってやっていたで、東京高裁の第11民事部です。それと第9民事部。 あの、第9民事部は次の交通事故が起こって、これ幸いにと、第1に移送しちゃってるんですね。事件として受理したくせに。そういう事件ですので、あの、法律違反を犯している、唐鎌康主任書記官、それから、えー、東京高裁第11民事部の山沢美穂子主任書記官っていう存在がございますから、えー、山沢美穂子主任書記官の方は、 国葬をかけてますね。令和2年に。それが240号です。なぜなら不当に却下してると。そしてかつ、えー、私にその、えー、払われているのが、えー、1000万以下の小額で、えー、実際に動いてる金額が1580億。それは、えー、414棟の、えー、個人的な、あの、豪邸それと、えー、事業系が11棟 これははっきりわかってますし、あの、会社登録事項で役員が誰かっていうことも後追いで追いかけ、そしてその役員の不動産物件を追いかけましたところ、資金転がしをした結果、東京にみんな、えー、自分の土地やあの豪邸を持ってるんです。主犯格は、えー、松本光一という男で、えー、その人間が松本光雄という偽名を使って、モテギ、 えー、たか子と結婚して、えー、モテ木光みになってるんですね。で、そのモテぎみは私のその、えー、離婚形争中の相手ですから、そういう偽装行為をしてる人間が作業やってます。えー、一応松本正宏という人間が役員として、三井住友海上におりましたので、松本孝一という男が主犯格であって、えー、東京都東雪きにおります。女房と共に。 女房のさんと松本美玲子という女と一緒におりますので、え、一応あの、その、不動産登記っていうのは、下の名前が、とか、ま、あの、苗字の方も、あの、適当なことを書けるって言えば書けるんですけど、別に身分証を出すわけではないので、権利書さえ自分の本名であれば、それは別に売買に何も問題がないもんですから、そういう詐欺をやっている、あの、人間たちの、 え、刑法253条、業務上横領、当法246条の別人で、私の行為障害金を利用した事件です。金額がでかいので、そちらの最高検察庁が、私が今最高裁のところで人事訴訟で争っており、これから、あの、この却下決定が来たものに関しては上告をしますので、みんな最高裁に上がります。まあ、ですので、 えー、その件も含めて、そちら側が管轄ですので、告、えー、訴状の追訴をかけます。もしもし。あの、告訴状送られるということですね。そうです。ですが、前の、あの、いや、すみません、えー、高橋さん、えー、前の、えー、240号の資料はございますか、今。あ今、手元にはないですけれども。ない、はいあ。前の担当の方は、どなたなんでしょうか。いや、まあ,あの、担当っていうのはある。 ですけども、まあ、あのー、その二百四十五際は。はい。あのー。その。お、送りしてるわけですよね。こちらから書類を。いや、あのですから、あの、送られてたアドバイスですよ。<laughs> ええー、不起訴も、それから、受理不能も、それから、ええー、却下もないんですけど。あのそ、それは不受理という趣旨です。いや、あの、不受理なら、不受理って、あの。 えー、正面で、趣旨ではなくて、あの、正面で来ますよ。あの、ちゃんと検察、あの、最高検察庁委員をボンと押して、そして、えー、不受理に決定しましたっていうふうに、普通は来るはずなんですけど、それもないので、アドバイスだけですが。い,すいや、あの。のの新たに告訴状を送るということであれば、ええー、いはい。あの、川崎みの件です。川崎のぞみさんの件ですね。ええー、あの、えー、っと、 目黒区と世田谷区と3軒目の、えー、マンション、高層マンションをもらっているこの1タレントが、えー、通販のワンピース、えー、とかネイルサロンで、あの3軒のその豪邸は総額、えー、25億円以上。そして、えー、トヨタに橋渡しをした大和ハウス工業っていうところを使った詐欺で、現状あの、えー えー、本庄早稲田の一丁目に店舗があります。トヨタの、埼玉トヨタの。そこに口利きをした役員の坂東のぞみという女がおりますので、その筋を洗えば完全にあの川崎のぞみにたどり着きますので。あの、この女が、あの、豪邸が、えー、っと25億円以上取得しているのがこの4年間ですよ。私の交通事故と、えー、その 時点からスタートした時点から、えー、4件も豪邸があるっていうのは25億円個人,、まあ、個人資産として取得できるっていうのはありえませんから。ないですけど。あのもしそれが、えーまあ、事業でうまくいったっていうならあの長者番付けに乗らないといけませんよ、この女は。ないですから。今まで過去に遡ってね。ありませんのでね。 そして、そういう要素もありません。それを、えーまあ、偽装ででっち上げたのが、NK グローバルっていう会社です。それが、損保ジャパンの、えー、NK リスクマネジメントと、うん、後継の会社なんですよ。後継の会社で、あのー、まあ、分派として、あの、えー、医療品の販売っていうのもやっておりますから、その、えー、川崎のぞみの、えー 何町と言ったらいいんですかね。をやっていた高谷隆介っておりますので、その高谷隆介は、どうやらその佐藤隆介っていう男が最初からべったり張り付いていたんですが、この人間で、えー、三井住友会場と中立保険である損保ジャパンを、えー、間に繋なぎながら自分が横領していた人間なんですが、 現状は、あの、この男の素性を洗っていただきたく、えー、会社登録事項を、えー、取得しておりますので、あの、実在する人物で、夫婦で上田めぐみさんと、えー、その医療関係の、その、えー、事業を展開してますから、たった二人です、役員が。あの、株式会社、 っていうのは普通7人の発起人がいるんですけど、ですが、おそらくあの自分たちの両親とかじいちゃんばあちゃんとか全部あの名前をえ使ってしまえば、夫婦でも株式会社ができちゃうんですね。まあ、もう一つ言えば、会社登録事項のその役員名は偽名も可能ですので、偽名も可能,可能なんですよ。ただし全く無関係な名前にはしないでしょうからね、ご当人がね。 ま、下の名前だけ自分は同じ名前使おうとか、上の一文字だけ同じの使おうとか、そういうことをやっている、あの、ま、三井住友のその役員登録のそのやり方で一本木正文っていうのがいるんですが、それと同じやり方をやってるかもしれません。それはそちら側の警察が、国家の損益に、該当する、後遺障害金のプール事務金は、 国土交通省の管轄下の、怪我をした人のためのお金ですので、自分の特殊関係に、つまり愛人ですね。愛人等に、えー、豪邸を与える金ではありませんから、それ、あの、回収の対象になりますので。あの、何度も申し上げますけど、これ、国土交通省の抗衣障害金は確かに高いです。認知症って付けただけで4800万です。だから、あの、はっきり言ってしまえば、口蔵合わせで、そして釘塚診療所って自分たちで、 あの、医療法人を作ってしまえば、えー、そういうものを臨転機を回すように証券番号を複数変えれば、こういう詐欺が可能なんです。この詐欺の首謀者が、チューリヒ・フィナンシャル・インシュアランス・カンパニーという、その外国人が関与しておりますので、だから、これあの国に、国から外に、あの、私の後遺障害金が、私のえ怪我を負ったとした名目のものが、偽装のノ 脳出血の女、それから偽装の、えー、認知症っていうものをつけて、32億円もカロル・ゴーンが、えっ、ー、と、まあ、あの、銀行の、車、ま、庫、あ、飛ばしならぬ、えー、迂回融資っていうものをしながら、えー、ローンを組んだもの,のあらり、それから、えー、紹介料のキックバック等も含めた、そのお金が渡ってたんです。 まあ、理所出社はそこなんですけどね。そちら側に、あの、定期するものは。国の、あの、国益に反しますので、毛がを負ってない、あの、愛人に金を与えてるなら、まあ、まあ、よくある話なんですけど、役員報酬で手当てを与えるとかね。まあ、そこまでならいいですけど、私の行為障害金をその偽物の女が受け取って、合邸を4件も取得してること。これが、あの、有識問題で、その女が、 え、まあ、32億円の近い、まあ、20億円以上のその豪邸がお金を取得するえ根拠がない。それから、ネイルサロンくらいで10億円のお金がその女に、あの、豪邸が3件も買えるわけがないですから、そこの部分も含めて、国と国税が、あの、強制執行をかけたり、まあ、事情を聞くという形を取っていただかないと困るんですね。あの、そちら側のその、 内閣府って言われる、まあ、あの、行政の中枢部に、その、関係人の佐藤さんがいようといなかろうと、あの、私の後遺障害金は、国のプール事向きに戻せっていう裁判ですので、まあ、ですから、顔がどうのこうのなんていう、その、自分の好きな、その、特殊関係人の女に金を与えた人間は、えー、刑法253条、三、え、条、ー、業務上例領、同法246条、一項二項の、 未遂ででも罰しますので例えばシンガポールに逃げてった小田秀平とか、あのー、関係者がたくさんおりますこれ訴訟法ですのでそちら側が調べて、えー、強制送還なり何な,なりしていただかないとみんなあの国からチりチり金もらって逃げてってますので私がその令和元年それから令和2年って告訴状を、えー、もちろん児玉署埼玉県警にも渡してますけど 一向に犯人が捕まってませんから。でも、えー、坂本勇、それから松本孝一は日本におりますので、その人間を洗えば、あの、自分たちが転がした後、えー、っと、大田区の東雪ヶ谷とか、それから田園調布とか目黒区とか、自分が住みたかったんでしょうね。<laughs> まあ、そういうところに転がした後、そのお金を、えー、不動産投機してますから。ええー。まあ、ですので、えー、都,にゃまあ、都内とかそちらの都心部におりますよ。主犯格が、長谷川も含めて。部下が、この地元の本城市のその、えー、不動産にいますよ。 なぜなら、なぜこう言い切っちゃうかというと、あの、私がその、一件一件を見て回って、その、入ってる人間が本人がどうかっていうところの確かめのために見てましたよ。見て、えー、その、構成はだいたい30代から40代前半の若い夫婦、それから若い、えー、っと、まあ、一人身の男もおりますし、まあ、30代前半ぐらいです。 その男がなんで1億3000万もする豪邸に住んでられるかってことです。地べたが、壺あたり、あの本、本庄早稲田の森は30万です。で、縦壺が、えー、積水ハウス、台場ハウス、えー、工業とか、その辺になると、百、えー、100万円を超えます。超えるので、えー、その若い30代の男が、 ローン組んだって、頭金の6000万どこから持ってくるのって、ほとんどあの、えー、会社登録事項を調べると、1000万程度ですよ。一応、じゃあ、あの、ローン組みましたって形だけ取って、強制執行逃れかなっていうところで、残りの、じゃあ1億5000万どこ、どこからその、調達したのっていう、そういうことです。あの、2億円っていうのは、えー、田村望と、それからもう一つが、もう一つがありましたね、えー、っと、 まあ、あ,のあるんですけど、えー、それ以外は、えー、みんな1,000万から、えー、っとせいぜい2三千3 0 0 0万ってとこですねそうするとあの地べたを買う場合にはそれ地べた分も足りないじゃないのっていう物件ばっかりです中には何にもローン組んでなくてポーンと買ってるやつおりますから何人もねそんなにあの大地数の人間でしかも金をうんと持ってるその、えー、積水ハウスだのそれから えーっとダイバハウス工業だの旭化成ヘーベルだのほんとあの、えー、注文住宅メーカーとしても建てつが高いつ単価が100万円以上のその豪邸がどうやって建ったんだっていうとこですそこですってことは使い込みだろうっていうのは簡単に出ますのでそれを私が言ったところ自分たちが金持って散り散りに逃げてたんですね、まあ、都心部に行ったやつそれから、えー、っとシンガポールに行ったやつ えー、マレーシアに行ったやつ、アメリカに行ったやつ、たくさんおりますので、それはそちら側で、えー、まあ、審議もよろしいですが、もう2年経ってますので、いい加減、あの、そちら側が、えー、まあ、逮捕、強制送還等をしていただかないと、いつまで経ってもお金は返ってきませんし、私が国に対するその裁判を起こしてるっていう、その、えー、東京高裁11民事部が却下しているのは、そちら側が捜査を真剣にして、 やってていいいいただいていないので私がその、えー、1,580億のその、えーまあ、裁判やるのもまあ私は慣れてますから構いませんけど、えー、それを私自身が未銭を払ってやる必要もありませんし本来そちら側の検察庁がカルロ死ス・に逮捕状を出した時点でそちら側が私があの原告ですから本人なんでね なので、刑事裁判も、私が被告として、相手方を告訴するって形を取りますかって言ってこないといけないんですけど、どなたに承諾行為や、えー、その事情聴取等をして、えー、相手に逮捕状を取ったんでしょうかね。あの、私は本人もぎな子です、えー。もともとフライデーの記者の経歴もありますし、その何かを調べるっていうことは、 え、若い自分やっておりましたので別に苦はありませんけど、そちら側が認知症のおばさんで、え、保険会社がそのまんまにしておかないと取られちゃうから、なんていうことで便宜を図った場合には、それは、その人間は担当から排除していただかないと、いつまでも、えー、日本の国がその32億円迂回融資で飛ばし融資までした秋田銀行を使った詐欺もそのまんまになっちゃうんですよね。 こちらがせっかく未銭を払ってずっと追いかけてって、そして怪我の治療も何にもされてないんですよ。そういう、あの、三井住友会場の犯罪はそちらが助長することになっちゃうんですけど。保険会社は本来、本人に怪我の有無と、それから治療を促した後、そして、そのお金を後遺症の診断として本人に渡すと。 いうのが大原則ですが、この人たちはあの弁護士さんへって言って逃げながら、その弁護士が保険金詐欺をしてるんですけど、原田泰、増力典彦、えー、萩原安蔵、安高再会場を使った詐欺なんですけど、そういう事件です。安高再会場の,その会社登録事項も、えー、取りましたので、ほぼ揃ってます、私はね、訴えるっていうことをね。 で、訴えるっていうのは、その、民事も刑事もっていう意味ですけど、刑事はそちら側なんで、ええー、あの、今最高裁に行きますので、告訴状は出します。あのー、再審請求をかけるっていう場合には、相手の不法行為の、えー、っと、民事訴訟法の第338条、1項6号、 5号、五号6号ですかね。相手の不,不法行為に関しての、えー、妨げられる理由があったことと、それから、相手の不法行為によって、えー、私がその債権が回収できていない、それからちゃんと払われていない、ということで、残りの部分は国が回収する、ということを私が歌っておりますから、そちら側は、あの、国の損失だとして、えー、カルロス・ゴにニの逮捕状を出してますから、 私は本人で、えー、本物の被害者ですから、今年60のね、54の交通事故ですよ。認知症のまんまになってつけられちゃうと、私はこれから長い人生を、あの、不利益じゃないですか。それに、損害賠償請求になるんですよ。私の、私の債権ですのでね。それを、川崎ぞみで、三井住友会場の弁護士、原田康も、それから、 えー、損保ジャパンの代理人、ゾウリキノリヒコもやって、自分たちの読みにせしめて、そしてその後、いや、あの、ことが大きくなっちゃったから別の女にしようって言ってコロコロ変えてるっていう、非常に、あの、あのー、なんていうかな、はっきりわかる詐欺なんですけど。あの、これは、え、そらことで言ってるわけじゃありません。アンティーミースの、えー、っと、会社登録事項もやりましたけど、これも同じですよ。あの、夫婦でやってんなって感じです。 えー、坂本、田村ら、たさんですかね。坂本、田村たむえー、っと、えー、っと、ナタリアっていう。まあ、ナタリアは多分 <laughs>、えー、中立保険の、えー、マリオ・グレコかなんかをまじ、もじって一応適当に名前を付けたって感じでしょうかね。あの、顔を整形したぐらいじゃ、外国人でなんて見えませんけどね。<laughs> 明らかな、その、えー、一応モデルだって言ってバカみたいに登録している、この夫婦の犯罪ですから。 あの、そちら側が見ても茶番劇だってわかりますよ。一応会社登録事項は、あの、一応法的には有効なんですよ、これ。この人間を訴えることはね。それから、この人間が夫婦でやってんなっていうことも、それから、えー、っと、目黒、世田谷等に、えー、住居地を構えて、もしくは会社等を構えてると。池田清人の、えー、敷地に、 そこの店舗の会社の本部があるんだっていうことは分かりますけど、まあ、そういうことですので、えー、それを訴えます。私は40キロぐらい、その会社登録事項や、その不動産の登記事項を購入しましたんでね、これを私のその債権の補填をしてもらわないと困るんですよ。それから、その他の1580億、その他の おそらく五千億はくだらないと言われる徳島の周り、それから千葉の周り、それから、えー、仙台の周り、それから北海道の周り、それぞれチりチりに散ってって、あと九州ですね、えー、佐賀県の周り、この人間が、えー、地元に帰って、そこでも、あの、もぎなお子と結婚したっていうことを、あの、そこの地元でやってますから、そういうことをやってますので、その関係人はもう複数にわたってるのは、 えー、これが組織犯罪法に該当するものですので、いわゆる素体法ってやつですね。あの、日連の犯罪です。これはっきりしてます。日連の犯罪。それから、統一教会と、あと、えー、幸福の科学っていうカルト集団の犯罪であり、そして、中立保険の天理教っていうのも一枚噛んでますから。まあ、ですから、自分たちの女房やその恋人で、 モギナオだと称して自分たちの会社の金を使い込みしてるってことです。そういう事件ですので、あもしもし、もしもし、もしもし。まさしはい。ではよろしくお願いいたします。お伺いしましたので、じゃ国総局送っていただければと思います。はいすいません、高橋さん下のお名前を伺ってもよろしいですか。お答えしてませんので。あえ。あの三十分しますので、<laughs> あの,あのもうその今おっしゃった内容ですね。 あの高橋さんっていうのは、よくあるお名前ですので、下の名前を伺ってもよろしいですか、間違えると困りますから。あお答えしておりません。それはどういう意味なんでしょうかね。あなたは公務員じゃないんですかあの,あのか公務員ですよね。公務員ですよね。どうやら、どうやらこれは <laughs>。 公務員じゃなくて、この携帯電話のオペレーターかなんかが一応、えー、話を聞いて、そしてまた偽装の判決等を下すかもしれませんので、本格的な告訴をかけようと思ってます。まあ、ネット上に上げても、私のその、えー、Facebook だけ誰にも見られない、自分たちだけ見て喜んでるって腐った連中ですので、まあ、ですから、これ高橋っていうのが言ってますけど、高橋博士っていうのがおりまして、 それから、え、田村、えー、のぞみ、田村茂茂る,るっていうのは、もぎのもっていう意味かもしれませんけどね。でも、不動産物件は確かにありますので、それぞれでっかい豪邸があるんで、金が動いてるっていう証拠ではあります。まあ、警察庁が、まあ、検察庁がこういうありさまですので、まあ、大変ですよね、私がね。えー、告訴状は出してますので、まあ、ご立派なもの、弁護士と同じようなものをね、 後ろに弁護士会がいないっていうだけです。こんなに、こういうふうに頑張ってる人間が、認知症とつけて4800万狙いで、数回証券番号変わってるんですよ。これが、三井住友海上、あいおい日清童話損保、損保ジャパン、それから、英雄損保。だから、英雄損保だから広島だったんですね。あの、社員に広島の人間がいて。そういう事件のようですから、えー、この詐欺が根が深いんですね。 あと、東京会場。東京会場。損保ジャパン。三井住友会場。それから、英雄損保。そして、えー、っと、もう一つが、えー、中立費保険。だから、これで5社ですね。5社食い込んでるんです。だから、私が1000万円以下。残りかすになってて。そして、警察費っていうものの予算の消化材料にされてたんです。私が。えー、ベビーフェイスですから、私はね、こうやって見ての通りで。あの、 まですから、あの、結局その20代、30代がお金を請求するっていうことをやってたようです。うん、まあ、それは困った話ですよねあ。本来は怪我を負った人のための保険金であって、えー、だから、まあ国土交通省にこれを訴えます。以上、もぎな子こでした。